ンカ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 ン。マイナス40度の世界ではバナナで釘が打ってます。エガちゃんです。エガちゃんさん、今日はエガちゃん初めての冷凍食品。前回はコンビニパンをやりましたけども、おう、あれを見た山田トレーナーにめちゃくちゃ怒られた。太った。なんで菓子パン食ってんですか。でも常習的に食べてるっていうのバレましたからね。そうだね。で、最近のコメント欄に、うん、この初めてシリーズで冷凍食品をやってほしいという書き込みが多数ありまして、そうなんだよね。で今回やってみようと、うん、今回もブリーフ団が、江頭さんが食べたことのない冷凍食品をまたそれぞれ持ってきましたので、それを採点していただこうと。わかりました。江頭さんは冷凍食品と食べるんですか。ライフに行ってよく買うんだよ、よく食べるのか、チキンライス、チキンライス、チキンライスレベル高いぜ。一番好きなチキンライスとかあるんですか。ちょっと待ってよ、もういいじゃねえかよ。いやこの後にちゃんと紹介するからもういいじゃねえかよ。あ、じゃあ今回は、うん、まず一発目に江頭さんの好きなチキンライスを紹介していただけると。そうだね。ああるんですね。よし、今日は江頭ちゃん冷凍食品いただきます。では、うん、まずは江頭さんが先ほど言っていた一番好きな冷凍食品お願いします。俺が一番好きな冷凍食品はこれ、じゃん、ニチレイの完熟トマトのチキンライス。おお。ちょっとだけいいですか。指で全然見れない。もう一回お願いします。じゃあもう一回お願いします。指でほぼ隠れたんですけど。あ、やっちゃったか。あと下ろすの早いね。もう早いね。完熟トマトのチキンライスじゃん。拍手を拍手を上にあげて。あ、そうか、拍手だけ大丈夫です。そうか、出しといてもらっていいですか。不安になっちゃって自分で。いろんなチキンライスを食べたんだけど、これが一番美味しかった。なぜチキンライスかを。やっぱお子ちゃまだからやっぱチキンライス好きなのよ。これが一番トマトの味が濃厚なんだよ。あ、これ書いてますね。トマトの味がさらに濃くって、ちょっと下の方にちょっと食べてみようか。はい、はい、あれ、やっぱり一人もんだと冷凍食品って、はいはいはい、食べやすいっすよね。そうっすね。まあ、そうっすね。寂しいと思って。そんなと一人で何食べようかなってなったら、ライフ行って、これ買うんですか。そうなんですよ。寂しいっすね。だけど、まあ、そうですよね。一人暮らしの味方みたいなところありますよね、結構。冷凍食品ってそうですよ、本当。ストックとかしとくんですか。あ、してますね。あとチキンライスと、うん、お好み焼き、うん、あとピラフ、うん、これはもう絶対必ず冷蔵庫に入れておきますね。とガツンとみかんと、そう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 。冷蔵庫パンパンパン。けど、まあ確かに松本さんも歌ってましたし、やっぱその昭和の男の人たちにとってちょっとこうごちそうなんですよね、多分チキンライスって。本当にそう。そうなんですよね、本当にそう。というわけでチンできました。うん、おー、じゃあ食べてみましょうか。いただきます。
これこれ美味しいですね、うん、安心しますね安心しますね、うん、ちょっと昭和の男はたまんないっすよこれ。なんか家に置いてあって、うん、子供の頃食べたなんか記憶が蘇ってきました。そうでしょノスタルジックな、え、なんてノストラダムスみたいな、ノストラジックなノストラジーな気持ちになるでしょ。懐かしいですね。この肉なんだっけ。肉なんすかこれ。鶏肉ですか。鶏肉ですか。鶏肉だってチキンライスですよ。鶏肉か。この鶏肉が美味しいですね。うまいな。確かにトマトの味濃いかもしれないですね。あ、そうですね、うん、あ、そういや、うん、M は、はい、このトマトだったら大丈夫。トマトジュースとかがダメであって、うん、こういう風なケチャップとかは、うん、一番好きですから。あ、そうなんだ一番好きなの、まあ、ピザとかトマトとかパスタにかかってるのは一番好き一番の意味が分かんないポイントはどこなんですか。高評価ポイントはやっぱりまあ総合力なんだけど、はい、無駄なものがまずない。お、例えばあの鶏肉だったり、はい、ケチャップの多さだったり、はい、あとトウモロコシ、はい、あとグリーンピース、はい、このバランスがめっちゃくちゃいいですね。多すぎず少なすぎず。そうだね、懐かしい味ですよ。確か昔ながらのチキンライスっていう感じですかね。これはついつい買っちゃうよね、またじゃあこれを基準に。そうだね、今回高いからな。強いな、強いな。じゃあ最初は誰からいく。はい、僕がいきます。 S。 はい。お、大丈夫かお前大丈夫です。分かった。一番じゃ僕がおすすめする冷凍食品は、うん、こちらです。セブンイレブンの、カツオと昆布の風味豊かなたこ焼き。冷凍食品のある意味王道っちゃ王道かもしれないですね。かなりの頻度で買ってるんですけど、うん、まあ、セブンイレブンってこのたこ焼きと、うん、あと銀だこのなんかたこ焼きも冷凍食品であるんですけど、銀だこの方が多分500円ぐらいして、こっちで多分321円なんですけど。なるほど。こちらが圧倒的に美味しい。美味しい。銀だこのやつより、はい、大丈夫。まあ、銀だこも好きですけど。好きなんですけど、好きなのは大前提で、ちょっとこちらが。そっちを超える。はい。安いのに超えていると。そうなんですよ。これ実は僕食ったことあって、うまいんですよ。僕も結構この押してるんですけど、正直言って、はい、俺冷凍食品のたこ焼きって初めてですよ。ああ、そうですか。はあ、だから興味ある。ちっちゃい頃結構食いましたけどね。なおやつで冷凍食品のたこ焼き出てきてたイメージ。俺もちょっと その辺あったかなあ。けど江頭さんがちっちゃい頃はなかったか電子レンジいつぐらいですか。お、俺、はい、電子レンジを買ったの、はい、うわ、いつだろう。実家にありました。実家なんかないっすよそれ。あ、なかったっすか。全然ないですよ。へ、あ、俺が実家を出る頃はないんすよ。で、下宿にもないんすよ。はあはあ、だから東京に、はあはあ、船橋に出てきたこれもなかったから、中野ですね。だから35年前ぐらい。そうですか。かもしれないですね。僕も正直電子レンジがない生活あんま考えられないですけど。考えられない。毎日使ってる。たこ焼きって言ったらやっぱ銀だこ、カリカリ派か、はいはいはい、ククブル、あの大阪駅内の構内にある、はいはい、あのトロトロ、はい、どっちかに分かれると思うんだよね。で、ククル、めちゃくちゃ好きなんですよ。なんかあのふわとろって感じ。トロトロで、
はいはい、あれが中毒を起こしてんだよね。知らなかった。これはドッジャーだっていうかね。なるほど。でかい。S、何もかかってないんだけど大丈夫これ？そうなんですよ、何もかかってないんですよ。おう、ソースと鰹節がついてて、うん、後掛けです。おお。そんなさ、今生きって言うか。鰹節がしらさんは後掛けうるさいですからね、ソースが。そうそう、もうあのゴーゴーカレーですごいめちゃくちゃ。後掛けの方が全然いいと思います。自分で調節できますもんね。そうだね。なんか鰹節とソースかけたら冷凍食品とは思えないたこ焼きになってきた。いただきます。あ、これうまい。おお。これはクックルのたこ焼きに似てますね。おお。で、冷凍食品とは思えないクオリティ。はいはいはい。トロトロ感が素晴らしい。トロトロ感すごいですね、うん、大きさもいいんですよね、結構大きめで、ね、大き、確かに一個一個大きいね、はい、ちょっとソースたっぷりでもいいかもね。あ、そうですね、確かに。あ、うまし。やタコの大きさちょうどいい。クオリティ高いですよ、やっぱ。うん、冷凍食品っぽくないですよね。全然思えない。しっかりしたたこ焼き屋さんで売ってるたこ焼きって言われたらもう買いますよね。いや、冷凍たこ焼きって僕多分本当に30年ぶりぐらいに、うん、めちゃくちゃうまくなってますね、これ。ちょっと昔と違うんじゃない？本当違いますね。こちらのセブンイレブンのたこ焼き、江頭さんが大好きなチキンライスを100点満点とすると何点でしょうか？80点！高いですけどね。高い。やっぱりクックルのたこ焼きには負けるんだけど、やっぱ冷凍食品って言われたら、うわっ、これ冷凍食品じゃないよって言いたくなるね。買っちゃうよこれ。めちゃくちゃうまいっすね。レベル高い。ここまで来たか、たこ焼き。いや、確かにネットでちょっと調べたらそういう声多かったんですよね。銀だこと食べ比べしたらこっちの方が美味しかったみたいな。安いのにこっちの方が強い。すごいね。高得点が、ね、スタートですね。スバッターとしては。じゃあ次は誰が行く？はい、じゃあ僕いいですか？あ、L？はい、じゃあ行っちゃって。はい、僕がおすすめする冷凍食品はこちらです。うわ。1分欲張りプレート、和風おろしハンバーグ&香味醤油スパゲティ。お前らしいな。これですよ、これ。バカのタコみたいな。なんてこと言うんですか。太るんだよ。いやいやいや、絶対痩せないですよ。そう、これですね。ハンバーグとスパゲッティという夢が組み合わせ。お前痩せる気ないだろ。いやいやいや、ちょっと待ってください。いいですか、あの、ハンバーグ太るというイメージあるかもしれないですけど、そこをですね、このニップンさんは和風おろしにしてくれてるわけですよ。この気遣い。少しだけでしょ、それ。手によりは。で、ハンバーグ、うん、そして付け合わせのブロッコリー、うん、ポテト、うんうん、そしてもう具沢山のパスタ、うん、ついてなんと驚きの473キロカロリー。おー、確かに。これだけ3食食べてたら、うん、男性の摂取カロリー超えないですよ。
これだけ食べてればもうずっと痩せてくれそうです。おい絶対それないよ。でしかもこれ一つの皿に乗っててもうレンジ一発でチンでいけるんですよ。こう2つあるのに。あ、同時に同時に。でもプレートになってるからもうそのまますぐに食べられるし。あ、なる、それが皿になっちゃって。そうなんですよ。だからもうチンしたらそのまま食べられる。まあ、一人暮らしにはすげえ助かるね。助かります。皿も洗わなくていいし、そのまま捨てられますから。いや、さすがですね。ちょっと質より量を選んでんじゃないか。量も大事です。味のこと全く言わなかった。確かに、ね、確かに量のことばっかりカロリーのことばっかり言って来ました。え、来たって。あー、ちっちゃいんだね、意外と。そうですね、はい。あ、お皿もおしゃれですね。ちょっと、そうですね。いただきます。どっちからごすんですか。まあ、やっぱハンバーグからです。おろしハンバーグから。ちょっとおろしをあのたっぷりとつけていただいて、はい、うーん、あー、うまい。肉もしっかりしてますね。なるほど。で、ちょっとパスタも。パスタ行こうか、じゃあ。いいですか、お肉のちょっとハンバーグの感想、後でいいですか。そうですね、ちょっとあんまり聞きたくない。江頭さんが言う前になんか、欲しいとか、不安で、ずっと喋ってんす。麺行きますか、はい。で、ハンバーグももう感想言えないじゃないですか。このハンバーグ、はい、おろし、はい、後でたかけたかったね。やっぱり、ね、あとスパゲッティなんだけど、はい、具がないんだよ。ありますよ。こんなにちっちゃいんだよ。具が。探してやっとこれだよ。結構ありますよ。どこの会社なのここ。いや、言わないですもん。パスタ結構美味しいですよ、ね。確かにこの量、ハンバーグとパスタ、うん、両方食って胸焼けしないように、ちょっとさっぱり系の味ですね。あ、そうかもしれない、はい、僕好きですね。甘いですけどね、このパスタ。なんか醤油というか醤油のね、両方とも醤油のさっぱりしてるし、うん、デミグラスのハンバーグだったらちょっと重いなってないですけど、そうだ、このね、気遣い。お前ちょっと、いくらもらったよ。本当正直な感じです。本当ね。これとこれが同じ分数で、うん、ちゃんと調理できるように研究されてるっていうのすごいですね。確かにですね。手間がやっぱ一個減ってますもんね。そうなんですよ。パスタを温めて、うん、次ハンバーガー温めてっていう、そうそうそう、いけるっていうのは確かにでかいです。ただそういう手間を省いてるだけあって、味がうまい。いやいやいや。これだけじゃなくて、五目ご飯と鶏と野菜の黒酢あんとか、あさりご飯とサバの味噌煮みたいなのもあるんです。もういろいろシリーズが出てて、そっち持ってきて。そっちだったか。こちらの欲張りプレート、うん、江頭さんが好きなチキンライスを100点満点とすると何点でしょうか。60点。まあそうなっちゃいますか。やっぱり手間暇を省いたんだけど、その分味がドーンと美味しい。これはこの会社のミスだね。発明です。パスタはどうでしたか。うまいっすよ。だけど、お惣菜にがないんすよ。
具が具が全くないっすよ。ほらほらほら、え、M、M、これだけだよ。これだけ、見てやつ。これだけだよ。どれどれ、どれを言ってるの。あ、これベーコン。これがベーコンだよ。たった一個だけ。いやいやいや、もっとありますありますし。ケチケチ冷凍食品だよこれ。欲張りプレートです。でもこれで本当にあの、まあ、店によるんですけど、まあ、大体500円とかで買えるんで。うん、全然、もうそんな言っちゃいけないですよ。あれ？つい。すいません、あの、まあ、冷凍食品ということで、うん、ちょっと僕も黙っていられなくなってしまって、うわっ、出た。めちゃD だ。うざくなるよ。本当の冷凍食品というのを僕から教え したいなと皆様に。エルが紹介した冷凍食品も、うん、まあ、さっきエスが紹介した冷凍食品も、うん、どれもやっぱ冷凍食品にしては美味しいっていうレベル。あ、そうだね。こう、まあ、お店みたいっていうレベルだと思うんですけど、うん、僕が持ってきたのはお店を超えるものを持ってきてしまいました。おお、相変わらずうざいね。めちゃくちゃハードル自分で上げてますね。僕がおすすめする冷凍食品はこちら、じゃん、味の素さんのザ・シュウマイです。これちょっともうメジャーなんですよ。あら、あ、え、お、あ、ひょっとしてこれはね、はい、ちょっと、はい、俺シュウマイがすごい苦手なんだよ。シュウマイ苦手なんですか。ちょっと、え、崎陽軒のシュウマイ弁当が、はいはい、テレビの楽屋に置いてあると、はい、シュウマイだけどけて、はい、他食べるんも、いやまさかの、あれ？これ狙ってないんですよ。本当なんですよ。マジですか？え、そうだったっけ？いや、聞いたことないですよ。シュウマイが本当に苦手なの。シュウマイ嫌いなの？なんでですか？いや、肉の味が嫌い。今からこのシュウマイの推しは肉のうまさなんですよ。ザ・シュウマイ一番ダメなやつかもしれない。多分もう世のお母さんたちとかみんな知ってるんじゃないかっていうぐらいちょっと有名なところなんですけど、おお、まあ、王道なんですよ、ある意味も、うん、王道にして至高みたいな。何ですかそれ。もう一回何が食べるか、もう一回ちょっと教えてもらって。あの肉が独特の味するじゃん、あのシュウマイって。普通の肉じゃないじゃん。餃子の肉と、はい、餃子はいけるよ、はい、餃子はいけるんだけど、シュウマイがもうダメなの。シュウマイの味が XO じゃんかなんか。あ、ちょっと待ってください。肉汁に XO じゃん。XO じゃん。あの椎茸とかのエビとかのああいうやつなんですね、XO ちゃんって。あ、そういうやつなんだ、XO じゃん。あ、ちょっと厳しいかも。こうシュウマイ、冷凍のシュウマイってちょっとこういうところとかなんかちょっとカチカチになりがちじゃないですか。そういうのが全くないんですよ。いただきます。ちょっと匂いから嗅いでみようかな。匂いもダメなんですか。シュウマイだ。ザ・シュウマイです。じゃあちょっといただきます。よかったらそのままいいですか。あ、このまま、はい、いきます。シュウマイちゃんこれ。
そうですよ。これは十分だよ。これは食いたくないよ。喉通らないもんだって。うわー、チョコレートチョイスミスったな。醤油つけたら食べれるかな。あ、そうですね。確かにね。ちょっと今回のシューマイのやっぱ美味しさを今知ってほしくて、はい、そのままおすすめしちゃいましたが、はい、いただきます。からしもそうですね。ちょっとからしがちょっと臭さを消したりしますからね。うまいだよ。めちゃくちゃうまいっすけどね。じゃあこの中に入ってるタケノコ、タケノコね、はい、シャキシャキの食感がやっぱすごいっていうのと、意外とさっぱりしてるじゃないですか。はい、さっぱりしてますね、はい、っていうのがやっぱりポイントかな。吉野さん、変な音が聞こえてるんですけど、お店が出てきても、うん、このお店シューマイ美味しいなってなるレベルですね、これは。わかった、これでもういいでしょ。こちらのザ・シューマイ、江頭さんが好きなチキンライスを100点とすると何点でしょうか。マイナス15点。シューマイじゃん。これシューマイじゃん。シューマイ感たっぷりなシューマイ、ね、どうですか。いや、美味しかったですよ、はい、まあ確かにこれはお店で食べるシューマイぐらいうまいですね。ぐらい全然お前もフォローしてるけどフォローになってないよ。どう。いや、僕は好きですよ、まあ、味の素のやっぱ冷凍食品はもう間違いなく美味しいんで、うん、肉汁もタケノコですか、うん、シャキシャキ感もありますし、本当、うん、お店で食うレベルのこれ褒め言葉ですね、はい、お店で食うレベルのっていうのはおそらく、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。アヒロンパさん、なんか変な感じになっちゃって。じゃあ次は誰が行く。僕が行きます。 M か、はい、俺の胃袋知ってるもんな。僕が紹介する冷凍食品は、はい、こちらです。何。ローソンのマルハニチロながら食品監修のホルモンチャーハンです。おーホルモンチャーハン、はい、めちゃくちゃ食欲そそるよね。ホルモンは大丈夫なんですか。ホルモンは好き。おお、そうなんですよね。レバーはダメですけど、ホルモンは大丈夫。あ、大丈夫ですね。危ない危ない、ギリギリ。ホルモンチャーハンなんですけど、ローソンで昔から売ってるあのホルモン鍋っていうのが定番で売ってるんですよ。アルミで売ってる、うん、それもめちゃくちゃ美味しくて有名なんですけど、それのチャーハン、ながら食品っていう監修してるんですけど、ホルモンその鍋をずっと作ってて、そことローソンとマルハニチロさんのトリプルコラボ。ネットではこのチャーハン食べたら他の冷凍食品のチャーハン食べれません。おお、ハードル上げてるよ。お前も目の前になったよ。来ました。おお、ちょっと見た目からしてうまそうだね。じゃあちょっといただこうか。はい、はい、じゃあいただきます。
ホルモンの匂いもすごい。おお、決まった。このチャーハンのパラパラ感、はい、あとホルモンがちゃんとしっかり味が出て、はい、もうめちゃくちゃ合ってるよね。おお、でちょっと江頭さんが嫌いぐらいじゃないぐらいのピリ辛感です。そうだね、ピリ辛ピリ辛あるね。おいしい醤油、ホルモン、米の水分量、パラパラ加減。あ、うまい、うまい。あ、これうまいわ。これ見て、ホルモンの量が半端じゃないよ、これ。さっきの。いや、ちょっと思い出すのやめてください。僕ちょっと辛いのに苦手なんですけど、うん、でもこのピリ辛加減ちょうどよくて。ネギのシャキシャキも残ってますね、なんか、うん、うまいっすね。うまいでしょ。やっぱり僕、このホルモンが入ってるものって絶対うまいと思うんですよ。カレーあるじゃないですか。はいはい。カレーで、牛すじカレーってあるじゃないですか。牛すじカレーってどこで食ってもうまいんですよ。あ、外れないっすよね。外れない、はいはい、ホルモンやっぱすごいなっていう。もうデブの意見でした。こちらローソンのホルモンチャーハン、江頭さんが大好きなチキンライスを100点満点とすると何点でしょうか。100点おー、また食べた。これは美味しいね。いや、また買って食べようと思ったの、絶対冷凍庫に入れとくよ俺。これは美味しいな。ホルモンとか入ってるチャーハンとか江頭さんの好みじゃないのかなと思ったんですけど、ね、ちょっと脂っこいというか、濃い味。やっぱり、はい、俺ほら居酒屋回るの好きだったじゃん、はいはいはい、その時に必ず煮込みを最初選ぶんですよ。で、煮込みの味じゃん、はい、だから馴染んでるんですよ、体が。今日はセレブ江頭ではなかった。そうではダメでしたからね。というわけで、うん、いろいろ食べましたけども、いかがでしたでしょうか。正直言ってシューマイ以外は全部うまかった。まあしょうがないですね、あれは。しょうがない。ということで、頭のおかしいお前らもいい冷凍食品があったらコメント欄に教えてね。